江戸時代から人々の生活に欠かすことができないお江戸の海。そんな海を守っていくための海と日本プロジェクト in 東京。このプロジェクトは次世代へ海を引き継ぐため、海を介し人と人とがつながるさまざまな取り組みを実施する日本財団のプロジェクトの一環です。今回は江戸川区で行われたスポゴミ甲子園東京都大会をお伝えいたします。ゴミ拾いはスポーツだというキャッチフレーズのもと、ゴミ拾いに一定のルールを加え、社会奉仕活動を競技へと変換させたスポゴミ。決められたエリア内で各チームごとに皆さんにですね、ゴミを拾っていただいて、その拾ったゴミの重量でポイントがつくという最も地球に優しいエコのスポーツとなります。1チーム3名それぞれが作戦を練り、ゴミ拾いを行います。3だから青だわ。青拾えて、ペットボトル発見でございます。いや、見たかった。ペットボトルやタバコの吸い殻が多いようですね。橋の下など人目につきにくかった場所にはたくさんのゴミが溜まっていたようです。やばい、溢れてる。制限時間となり、各チームゴミ袋を抱えて戻ってきました。果たして結果はどうなるのでしょうか。栄えある優勝チームはサッカーバカの皆さんです。おめでとうございます。どうぞ前にお越しください。サッカーで鍛えた足腰が勝利を導いたのでしょうか。全国大会もぜひ頑張ってくださいね。海と日本プロジェクトの活動内容は Facebook などで情報を配信中です。ぜひチェックしてください。海と日本。